印象派、印象派または印象主義は19世紀後半のフランスに発した絵画を中心としたであり、当時のパリで活動していた画家たちのグループが起源である。フランスの保守的な美術界からの激しい批判にさらされながらも独立した展覧会を連続して開催することで1870年代から1880年代には突出した存在になった。 この運動の名前は、クロード・モネの作品、印象、日の出に由来する。この絵が、パリの風刺新聞、で、批評家、ルイ・ルロワのやり玉に挙げられ、その結果、印象派という信号が生まれた。印象派の絵画の特徴としては、小さく薄い場合であっても目に見える、筆のストローク、古外製作、空間と時間による、光の質の変化の正確な描写、描く対象の日常性、 人間の知覚や体験に欠かせない要素としての動きの、包摂、斬新な描画アングル、などが挙げられる。印象派は登場当初、この時代には、王侯貴族に代わって、芸術家たちのパトロン役になっていた、国家、芸術アカデミーにも評価されず、印象派展も人気がなく、絵も売れなかったが、次第に金融家、百貨店主、銀行家、医者、歌手などに市場が広がり、 さらには、アメリカ合衆国市場に販路が開けたことで大衆に受け入れられていった。ビジュアルアートにおける印象派の発展によって、他の芸術分野でもこれを模倣する様式が生まれ、印象主義音楽屋として知られるようになった。フランスでは17世紀以来、新古典派の影響下にあるアカデミーが、美術に関する行政、教育を支配し、その公募展、観点であるサロンが、 画家の登竜門として確立していた。アカデミーでは古代ローマの美術を手本にして歴史や神話、聖書を描いた歴史画を高く評価し、その他の絵は低俗とされた。筆跡を残さず光沢のある画面に理想美を描く画法がアカデミーの規範となった。しかし19世紀になると、その規範に従わない若い画家たちが次々に現れ始めた。 これらの画家たちが印象派の先駆けとなった。初期の印象派の画家たちは、その当時の急進派であり、アカデミー絵画のルールを無視した。彼らは、ウジェーヌ・ドラクロワと JMW ・ターナーのような画家たちに影響されて、線や輪郭を描くのでなく、絵船で自由に絵の具を乗せて絵を描いた。また当時の実生活の風景を描き、時には、古外でも描いた。それまでは、 生物画や肖像画はもちろん、風景画でさえもアトリエで描かれていた、例外はカナレットであり、彼は屋外でカメラオブスクラを使って描いたらしい。印象派は、戸外で制作することで、瞬間的な日の光だけでなく、それが変化していく様子も捉えられることを見つけた。さらに細部ではなくて、全体的な視覚的効果を狙って、従来のように、 滑らかさや陰影にこだわらず混色と原色の絵の具による短い断続的なストロークを並べて鮮やかな色彩をそれが振動しているかのように変化させた。印象派がフランスに現れた時代、イタリアのマッキアヨーリグループやアメリカ合衆国のウィンスロー・ホーマーなど多くの画家たちが古外製作を試み始めていた。しかし印象派はそのスタイルに 独特の技法を持ち込んだ。賛同者によれば、観察の仕方が変わったのであり、そのスタイルは瞬間と動きとのアート、自然なポーズと構図のアート、色彩を明るく変化させて表現される光の効果のアートである。批評家や権威者が新しいスタイルを認めなくても、最初は敵対的であった人々までもがだんだんに印象派は新鮮で、 オリジナルなものの見方をしていると思い始めた。細部の輪郭を見るのではなく、対象自体を見る感覚を取り戻し、様々な技法と表現を創意工夫することで、印象派は新印象派、ポスト印象派、フォービズム、キュビズムの先駆けになった。19世紀中頃は皇帝ナポレオン三世がパリを改造する一方で、戦争に突き進むなど変化の多い時代であったが、 フランスの美術界は芸術アカデミーが支配していた。アカデミーは伝統的なフランス絵画のスタンダードを継承していた。歴史的な題材や宗教的なテーマ、肖像画が価値あるものとされ、風景画や生物画は軽んじられた。アカデミーは慎重に仕上げられていて間近で見てもリアルな絵画を好んだ。このような絵画はアーティストの手書き跡が見えないように、 最新にブレンドされた、正確なストロークで描かれてた。色彩は抑えられ、金のワニスを施すことでさらに、トーンダウンされた。これに対して、印象派が使った、化学絵の具の色彩は、もっと明るく鮮やかであった。アカデミーには、その審査員が作品を選ぶ展覧会であるサロンド、パリがあった。ここに作品が展示されたアーティストには、賞が与えられ、注文が集まり、 名声が高まった。審査員の選考基準は、アカデミーの価値判断を表すが、それは、ジャン・レオン・ジェロームや、アレクサンドル・カバネルの作品で代表されていた。1860年代の初めに4人の画家、クロード・モネ、ピエール・オー・ミュストル・ノワール、アルフレッド・シスレー、フレデリック・バジールは、彼らが学んでいたアカデミー美術家のシャルル・レールの下で、出会った。彼らは、歴史的、 または、神話的な情景よりも、風景や、その当時の生活を描きたいという共通の興味がある、ことを知った。この世紀の半ばには、次第にポピュラーとなったことだが、彼らは田舎に出かけて、戸外で絵を描いた。しかし、一般に行われていたように、スケッチを描いておいて、後でアトリエで注意深く作品をなさせるのが目的では、なかった。自然の陽光の中で、 19世紀の初めから使えるようになった鮮明な化学合成の顔料を大胆に使うことで彼らはギュスターブ・クールベの写実主義やバルビゾン・ハリも軽く明るいやり方で絵を描き始めた。彼らはパリのクリシー通りのカフェ・ギルボアにたむろした。そこでは若い画家たちの尊敬を集めていた先輩のエドアール・マネが議論をリードした。すぐにカミーピサロ、ポール・セザンヌ、 アルマン・ギヨマンもこれに加わった。1860年代を通じてサロンの審査会はモネとその友人の作品の約半分を落選とした。従来の様式を遵守するアーティストにはこの判定は好評であった。1863年にサロンの審査会はモネの草上の昼食を落選とした。その主たる理由は ピクニックで二人の着衣の男性と共にいる裸の女性を描いたことである。サロンは歴史的・文話的な絵画ではヌードを受け入れていたが、現代の設定でリアルなヌードを描いたことで真似を非難した。審査会は厳しい言葉で真似の絵画を落選としたので彼の支持者はア然となった。この年の異常に多い数の落選作品はフランスのアーティストを動揺させた。 1863年の落選作品を見たナポレオン3世は人々が自分で作品を判断できるようにすると宣言し落選点が組織された多くの見物客は冷やかし半分にやってきたがそれでも新しい傾向のアートの存在に対する関心が巻き起こり落選点には通常のサロンよりも多くの見物客が訪れた 再度の落選点を求めるアーティストたちの請願は、1867年、そして1872年にも拒否された。1873年の後半に、モネ、ルノワール、ピサロ、シスレー、セザンヌ、ベルトモリゾ、エドガードガなどは、画家、彫刻家、版画家等の芸術家の共同出資会社を組織し、自分たちの作品の独自の展覧会を企画した。 この会社のメンバーにはサロンへの出展を拒否することが期待された。会社はその最初の展覧会に他の進歩的アーティストもたくさん招き入れた。その中には年長のウジェーヌ・ブーダンもいた。数年前に彼の作品を見てモネは子外製作に踏み切ったのである。マネやモネたちに影響を与えた画家であるヨハン・ヨン・キンとは出展を見合わせた。 合計30人の芸術家が1874年4月に写真家ナバールのスタジオで開かれた最初の展覧会に出展した。展覧会は後に第一回印象派展と呼ばれるようになる。当時この展覧会は社会に全く受け入れられず批判的な反応がいろいろあった。中でもモネとセザンヌは一番激しい攻撃を受けた。批判者でユーモア好きなルイルロアは 風刺新聞に国標を書いた。その中では、モネの絵の印象、日の出というタイトルに囲つけて、この画家たちを印象派と呼んだので、このグループはこの名で知られるようになった。嘲笑の意味も含めて、とタイトルをつけた記事で、ルーロワは、モネの絵画はせいぜいスケッチであり、完成した作品とは言えないと断じた。見物客同士の会話の形を借りて、ルーロワはこうを書いている。 ところが、印象派という言葉は、人々からは、好感を持って迎えられ、アーティストたち自身もこの言葉を受け入れた。スタイルや気象は異なるアーティスト同士も、独立と反抗の精神でまず合流したのである。彼らのメンバーは時々入れ替わったが、1874年から1886年まで、一緒に、全8回の展覧会を開いた。自由で、 気ままな筆使いの印象派のスタイルは、モダンライフの同義語になった。モネと失礼、モリゾ、ピサロは、一貫して自由気まま、日光、色彩のアートを追求し、最も純粋な印象派と評価された。ドガは、色彩よりも描画が優先と信じ、古外での制作活動にはそれほど価値を見出さなかったので、これらにかなり否定的であった。セザンヌは、 初期の印象派展には出展したが、1877年の第3回を最後に印象派から離れ、画風も印象派とは異なる独自のものへと変化していった。ルノワールは1880年代に一時的に印象派から離れ、その後は印象派の考え方に完全に賛同することはなかった。 エドアルマネは、印象派内部では指導者と期待されており、他のメンバーから印象派展への出展を要請されていたが、色として黒を自由に使うということは止めず、印象派展に出展することは一度もなかった。彼はサロンに出品し続け、スペインの歌手は1861年には、第2位のメダルを獲得した。他の画家たちには、 世間の評価がそこで決まるサロンこそが真の戦場だと説いた。第4回印象派展が開かれた1879年頃からグループの中心である画家の中で1870年に不屈戦争で亡くなったバジールを除いてセザンヌ、さらにはルノワール、シスレー、モーネのようにサロンに出展するためにグループ展に出展するのをやめる動きが出てきた。 グループ内部にも意見の不一致が生じた。例えば、アルマン・ギ・ヨマンの会員資格について、ピサロとセザンヌはこれを擁護したが、モネとドガは彼には資格がないと反対した。ドガは1879年の展覧会にメアリー・カサットを招待したが、同時に初期の印象派展に出展していたリドビクル・ピックや、主にサロンに出展していたジャン・フランソワ・ラファエリなど、印象派とは、 画風が、やや異なる、写実主義者も加えたいと主張した。これに対してモネは1880年、印象派を、絵の良しあしは抜きにして、先着順でドアを開けていると非難した。グループは1886年に新印象派の、ジョルジュスーラ・トッポールシニャックを招待する件で分裂した。この回には象徴派のオディロン・レドンなど、印象派の活動とは無縁な画家も出展した。 結果的に印象派展はこの回が最後となった。全部で八回の印象派展に欠かさず出展したのはピサロだけである。個々のアーティストが印象派展で金銭的に報いられることはほとんどなかったが作品は次第に人々に受容され支持されるようになった。これについては作品を人々の目に触れさせロンドンやニューヨークで展覧会を開くなどした仲買人の ポール・デュランイコール・リュエルが大きく貢献した。1899年にシスレーは貧困のうちに亡くなったが、ルノワールは1879年にサロンで大成功を収めた。モネは1880年代、ピサロは1890年代初期には経済的に安定した生活を送れるようになった。この時までには印象派の絵画技法はだいぶ薄められた形ではあったが、サロンでも 当たり前になったのである。印象派絵画の大きな特徴は、光の動き、変化の質感を、いかに絵画で表現するかに重きを置いていることである。字には、ある瞬間の変化を強調して表現することもあった。それまでの絵画と比べて、絵全体が明るく、色彩に富んでいる。また、当時主流だった、写実主義などの細かいタッチと異なり、荒々しい筆致が多く、 絵画中に明確な線が見られないことも大きな特徴ある。また、それまでの画家たちが主にアトリエの中で絵を描いていったのとは対照的に好んで屋外に出かけて絵を描いた。印象派への道を準備したフランスの画家にはロマン主義の色彩主義者、ウジェーヌ・ドラ・クロは、写実主義の指導者、ギュスターブ・クールベ、バルビゾン派のテオドール・ルソーがいる。さらに印象派は、 印象派と似たスタイルで自然を学び、年若の画家に先輩として助言した、ジャンバティスト・カミー・ユコローや、ウジェーヌ・ブーダンの作品からも多くを学んでいる。数多くの技法や制作スタイルが、印象派の革新的スタイルに貢献した。これらの技法はそれ以前の画家たちも用いており、フランス・ハルス、ディエゴ・ベラスケス、ピーテル・パウル・ルーベンス、 ジョン・コンスタブル、JMW ・ターナーの作品でははっきり見て取れるが、これを全部まとめ一貫して使ったのは、印象派が最初である。その技法は、以下の通りである。このスタイルの開発には、新しい技術が役立っている。印象派は、19世紀半ばの細いチューブ入りの絵の具の出現を活用している。これにより画家は、古外でも、 室内でものびのびと制作できるようになった。それ以前は画家それぞれが顔料の粉を作ってアマニュに混ぜて絵の具を作り動物の膀胱に保存していた。19世紀になってたくさんの鮮やかな化学合成顔料が販売されるようになった。これにはコバルトブルー、ビリジアン、カドミウムイエロー、ウルトラマリンブルーなどがあり、印象配膳の1840年代にすでに 使われていた。印象派の絵画では、さらに1860年代に新しく販売されるようになったセルリアンブルーと共に、これらの顔料をどんどん使用した。印象派の絵画スタイルは、だんだんに明るくなっていった。1860年代には、モネとルノアールはまだ昔ながらの赤茶色、またはグレーの下地のキャンバスに描くこともあった。1870年代には、 モネトルノアール、ピサロは通常は明るいグレーまたはベージュ色の下地に描くことを選び、下地は完成した絵ではミドルトーンの働きをした。1880年代までには何人かの印象派画家は白または開白色の下地を好むようになり、下地の色が完成作品において大きな役割を占めることはなくなった。 ヤンステーンのような17世紀のオランダの画家に顕著で、あるが印象派以前の画家たちも日常生活的な題材に力を入れていた。しかし、彼らの構図は旧来のもので、メインの題材、主題に鑑賞者の注意が集まるように構図をアレンジした。印象派は主題と背景の境目を緩やかにしたので、しばしば印象派の絵には、 大きな現実の一部を偶然に切り取ったかのようなスナップショットに似た効果がある。写真が広がり始めカメラが携帯可能になった。写真は気取りのない率直な態度でありのままの現実を捉えるようになった。写真に影響されて印象派の画家たちは風景の光の中だけでなく人々の日常生活の瞬間の動きを表現するようになった。 写真は現実を写し取るための画家のスキルの価値を低下させた。印象派の発展は写真が突きつけた難題に対する画家たちのリアクションとも考えられる。本物そっくりのイメージを効率的かつ忠実に生み出すという点では、肖像画と風景画は不十分だし、真実性にも欠けると思われた。それにもかかわらず、写真のおかげで画家たちは、 他の芸術的表現手段を追求し始めた。現実を模写することを写真と張り合うのでなく、画家たちは画像を構想した主観性そのもの、写真に模写した主観性そのものをアートの様式に取り込む、よって彼らが写真よりうまくできる一つのことにフォーカスしたのである。印象派は正確な再現を生み出すのではなく、彼らにそう見える自然を表現することを追求した。 これにより画家は自分の思考と良心とに課される暗黙の責務を担って彼らの目に映るものを主観的に描くことが可能になった。画家たちは写真にはない絵の具の特性、例えば色彩をフルに活用した。写真に対して主観というオルタナティブを自覚的に提出したのは印象派が最初であった。もう一つ大きな影響を与えたのは 元々は輸入品の包み紙としてフランスに入ってきた日本の浮世絵、ジャポニズムである。浮世絵の技法は印象派のスナップショットアングルと斬新な構図に大きく貢献した。モネのサンタドレスのテラス1867年はその例であって大胆な色の塊と強い斜線のある構図は浮世絵の影響である。 エドガード川熱心な写真家かつ浮世絵の収集家であった。彼のダンス教室1874年はその非対称な構図に写真と浮世絵の両方からの影響が見られる。ダンサーたちは無防備で不格好な姿勢であり、右下の4分の1は何もない床の空間である。彼はまたのようにダンサーの彫刻も残している。 各回の展覧会の参加者などは次の通りである。以下の表は、主な印象派の画家の一覧である。印象派展出品会の項目が空白になって、いるのは、その画家が一度も印象派展に出品しなかったことを示す。文献によって、印象派の画家の分類が異なっているため、印象派と時期が前後している。写実主義、バルビゾンは、ポスト印象派。 新印象派の項目も参照されたい。画集。解説。語。おさむき。